皆さんこんにちは。こんにちは。帰ってきたカズエンド2シルバーウィーク5夜連続でやってまいりました。この企画最終日でございます。です。です。昨夜第4夜目に続き、我々は第5夜目最終日も1対1対1対1で戦います。はい。今日勝った人が要するにこれを手に入れます。栄光のこの MVP。 トータルキル数だったら俺が今1位なんじゃない？違うと思います。そうか。そうだとしてもよくわかんないです。誰も計算してないです。多分みんなしてくれてるよ。村井さんが一番少ないのが、まあ、確実だね。いや、それが確実でもないだろ、別に。確実かちょっとわかんないですね、確かに、うん、安心できないかも。まあ、予断を許さない。まあ、確かに1対3はしないから。圧倒的不利。それゼロになるんだ。1対1対1対1、マップは俺たちのドッグ、ドッグデイズですね。ドッグデイズ。ドッグデイズ初期朝の方がいいかな。泣いても笑ってもこれ最後だからね。はい。ドッグデイズもう作ってあります。皆さんどうぞ。ワンちゃんの日々。ワンちゃん元気かぜんど。クックさん、クックさん元気。クックさん元気。クックさん、クックさんすごいですよね。クックさんもう8歳ぐらいになってちょっとね、白内障が進んできてちょっと変わっちゃう。ちょっと8歳だとね、結構な年ですね。集中するから私。喋らない。あとはカセンさんかな。大丈夫ですか。入れそうですか。あ、入れた。よし。じゃあいきましょうか。これラストバトル。ラストバトル。カゼンドと会うのは次回のゴールデンウィーク。次会うのは次回のゴールデンウィーク。ゴールデンウィークなんですか。半年スパンで来てるから。半年に1回。そう、ゴールデンとシルバーの2回カゼンド来る。でも号泣じゃないですかそれ。まあいっか。号泣っすよ。結構近い。近いっすよ。カゼンド、カゼンド。年末とか最後、泣いてもいいよ。泣いてもいいんすか。じゃあ、始めます。泣いてもいいよ。これもうマジな、指だけだな。スタート、スタート。うるさいです。自分の指を信じる。うるせえ。そんなこと言う人でもなかったんだけどな。指くらい信じてもらっていいですか。指。俺の指が勝手に。俺の指。さあ、どこで一発目当たるのかな。こうさ、これ走るとすぐ息上がるよね。でも息上がっても遅くなったりしないの。確かするでしょ。そうします。走れなくなる。よっしゃ、アップね。いや、なんか走れなくなるのこれないんじゃないですか。確かない。3はありましたけど。よし。あっ、今の高橋君が漁夫のリアで。そうっすね。そうっすね。そうっすね。誰とも出会えてない。出会えない系。出会えない。やべ、ちょっと操作が。真ん中の広場に行くっていうのがリスクあるし。無理だな、これは。広場には行けないよね。出会えない。出会いたい。今のは勝ったな。こうする。いや、トシ君がね、今勝ったのは打ち続けたから。あっ、ちゃんと前見ないと。前方不注意。前方不注意。調子乗ってた。カゼンド倒して調子乗ってた。前方不注意。カゼンド倒して調子乗ってた。お、なんかこの静かその全員の真剣ぷり笑えてくる。あ、やべやべ。あ、前方不注意。いや、後方でしょ今。後方かよ。背中打たれてる。よし。あれ、ヘッドショットできてよかった。マックスさん、真剣でした。真剣でした、マックスさん。マックス村井。なんだよ。マックス村井。そのジョイマンみたいな言い方やめてください。これ負けんだよな。くそ。まだでも始まって2分半ぐらい経ったのかな。あと7分以上ございます。なんだなんだなんだ。え、俺まだ2回しか倒してない。これ間違ってない、ケイさん。バグかな。痛い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 。真ん中の高橋君行くぞ。
ちょい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 真ん中の広場の中ちょい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 それはやめましょうよ、それやめましょうよ、ちょっとそういうことをやりだしたらさ、もう結構やばくなるから、やっぶねやっぶねやっぶね、あくせ早い早いな、やべ、戦いが起きてるぞ、やべえ、ボリュームが、何ボリュームボタン押しちゃった俺ボリュームかボリューム何なんすかボリュームは全く関係ないだろう、まあ、ただ画面上に表示がね、そう音量って出てきた、出たんですね音量って、あの笑わせんのやめてもらっていいですかお腹痛い、あマックス村井、オッケー、風の倒せ、風の倒せ、負けた負けた、これ結構みんな66とかに並んでんじゃないですか、1です、やべやべ、おっと来ましたよ、来たぞ、カゼンドがリコン怖えな、リコン怖えな、これカゼンドさんのリコンですよね、うん、カゼンド、ちょっと逃げます、怖いから、もうみんな離れてるから、リコンカゼンドが離れてる、よし、いやこれ痛え、マジ、あ、バウンティアワード、バンティーアワードはペイバックではなくて何なの、何なんでしょう、分かんないです、僕なんかそれで得があるのかも分かんないです、ああマックスさん今の僕やられたと思いましたよ、なんかだん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 なんか当たんなくなってる、ちょっと集中力が散漫になってる集中して集中して、あ、撃っちゃった、やばい、タクシーがそこにいる、撃っちゃった、せっかく私の画面だからいいとこ見せたいのにさいいとこ見せたい、いいとこ見せたいのにさ、誰、あれ、私です、私が、え、私今トシ君倒した、いや、僕が倒しました、これ、え、やべ、あ、よし、今の痛い、なんでこれ誰のリコン、これ私です、え、リコンって見えんの、え、どういうこと、空にリコンとか見えんの、なんか来てんのは見えるはずですよ、ただフォーでは確か、え、撃ち落とすのは無理か、え、リコンって撃ち落とせんの、あ、5撃ち落とせますよ、マジで、あれ違うっけ、4だっけ、何でやられた、なんかで撃ち落とせますよ、どのシリーズか忘れちゃいますけど、すごい今あれ撃ち落とせないっけ嘘言ってるかも、なー、それやめてください、カゼンさん後ろに注意しないと、よーし、高橋君、はい、アシスト、リコンエアクラフトナウレディ、アリコンエアクラフトインバウンド、すごいすぎなー、うわー、よし、よし、やべ、ちょっと早くリロードリロード、くそー、今の僕が勝たないといけないとこだぞ、あれは、ちくしょう、もったいない、みんな楽しそうにやりやがってねえ、なんか画面がおかしくなった、え、見てみてください、画面おかしくなった、いや、それでもおかしいっていうか、なんか機能でしょ、機能オフにしちゃったでしょ、違う、オフにしたいんだけど、なに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 、なんすかなんすか、画面がおかしくなって、どうしたんすか、なんかね、あの全員のデータが見える、スコアが、スコアが画面の中央でしょ、それあのなんか変なグラフみたいなボタン、棒グラフのボタン、あ、棒グラフのボタンね、携帯よし、で消したとこを倒した、なんか、なんか突っ立っておられる、え、村井さんも突っ立っておられたいや、今トシ君見えた、あ、高橋君見えたから待っててやろうと思って、あ、出た、これがエアリーコンだ、リーコンいるっしょ、そ、空にいますか、撃ってみてください、ああ、ただ弾がない、許さん、あれ、くそ、今倒されちゃったのか、リコンが、私がですね、リコンじゃないです、ね、11キルで並んでおります、はいですね、カゼンドのユースは9、9、私が10、うぃー、村井さん、本当に10ですか、
あれさっき1だなかったっけ。そうだ、10キルだよ。村井さん10キルです。うん、10キルでいいっすよ。村井さんは10キルでいいっすよ。やっ、10キルだ。やった今の熱い。今の熱い。これナイフは映んないんだ。映らない。あ、そうですね。そうですよ。FPS 的にはそうじゃないですか。落としてないから。あら、さっきからずっと走ってるんだけど、ずっと一人なんだけど。みんなどこで戦ってるの？ダメだ。なんかもうダメな気がする。あ、僕も指痛くなってきた。マジか。開くんじゃねえぞ、その猫。なーん。え、みんな本当にどこにいんの？このまま誰にも会えないと芋っちゃうよ。やべえ、結構もう終わりに近づいてる。あと1分っすね。やばいやばいやばい。あ、これは負けたくない。マジか。バメル。あ、僕アシストしました。今のキルアシストしました。カゼンドを最後に倒したい。この画面でカゼンド、この画面でカゼンドをやりたい。この画面でカゼンド、あと30秒でカゼンド頼んで。出会えない。出会いたい。カゼンド出会えない。出会えない。爪が痛い。やられたんすか、やられたんすか。あと25秒。どんどんしてきた。やばい。あー、よし。うわー、俺が落ちなかったのがいい。これでも落ちてなかったな。カゼンド言い訳にいろんなバリエーション。あー、負けた。延長戦、タイガーいるから。うわー、しゃあ、かった。よっ、おー、これは熱い。これ村井、すごい試合だ。村井さん以外のあれがすごすぎる。まあ、すげえ汗。え、3人がイーブンだったのってことかな。ってことですね。嘘でしょ。嘘でしょ、これマジ指痛いし、ほんとにすごい。はい、というわけで、何回やったんですか。5回ですか。前後夜やりまして、最終的な栄光のトロフィーを手に入れたのは、はい、ちょっと審議しましょう。これいいよ。これトシ君一回参加してないから。そうだね。え、一夜目参加してないね。参加し、どういうこと。なんかひっくり返され始めてますね、いろいろ。しかもやっぱりトータルでやっぱりキル数、バックカップ優勝じゃない、キル数数えるとやっぱりさ。キル数数えてもいいんですけど。じゃあ編集するときに回してもらえます？俺じゃない。意味が分かんなくなってきた。いや、2パターン授賞式やっとく。2パターンの授賞式。どっちでも使えるように。じゃあまずパターン A。 じゃあもうこのシルバイク帰ってきたカゼンド2モダコン企画5夜連続企画優勝、トシ君おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。優勝のコメントをどうぞ。いや、もうこれで、バンクの中で一番強いのは誰かって言ったときに僕だと皆さんお答えいただいて、自分は2番か3番かということだと思いますので、とても嬉しい気持ちでいっぱいございます。ありがとうございました。おめでとうございます。拍手もおめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあそのパターンに、はい。シルバーウィーク、5夜連続企画、今週というか今回の企画の MVP はカゼンド。おめでとう。おめでとうございます。さすがカゼンドさんです。さすが。このモダコン動画に僕が必要っていうのはね、皆さんよーく分かったことがあります。、はい、これね、いいね。このトロフィーの重みがね、やっぱり伝わってきます。1000円の重みが伝わってきます。ドンキホーテのね、はい、今日はね、これにスタバのコーヒー入れて飲もうと思います。ありがとうございます。スタバのね。じゃあそれをスペイン語でグラッツェ、グラッツェじゃない、グラシアサミゴ。ありがとうございます、はい。じゃあ皆さん次回はカゼンドゴールデンウィークまた来ると思いますので。結構先ですね。はい、5月ですね。ゴールデンウィークお楽しみに。はいはい、じゃあカゼンドでした。さよなら。シルバイクありがとう。明日からも仕事頑張ろう。
までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。